プロデューサーの皆様、こんばんは、翔です。ということで、今回はですね、まあタイトル通りなんですけど、まあ神戸と、シンデレラフォースライブですね、まず先にはね、シンデレラフォースライブの話ですよ。はい、シンデレラフォースライブで、まあ神戸とね、先生が両日ありまして、まあ先日、一般販売と、ライブビューイングの発表が、公式でございました。ニコ生だったっけな、確か公式ニコ生でございました。で、まあ、言っちゃえば僕、ウェブ選考も、神戸外しちゃってるんで、まあ、ちょっとね、まあ、このままじゃやばいけない、どうしようとも思ってたんですけど、まあ、正直言っちゃうと、いろいろ考えて、いや、もし仮にですよ、僕がチケットなかったとしても、もう現地行こうかなと思ってます、今のところ。いや、わかんない。確定じゃないですよ。確定じゃないですけど、まあ、ほぼほぼ確定って言った方がいいのかな。まあ、今のところ気持ち的には、まあ、現地向かおうかなっていう風な気持ちで、おりますと。現地行って、で、まあ、ライブビューイング当たれば、現地で、現地行って、物販買ったりして、皆さんと触れ合って、ってかお話しして、で、そこで現地の映画館行って、ライブビューイングするっていうのを2日間やりたいなとは思っているんですが、まあ、ライブビューイングも抽選で当たるかどうかっていうのは、また微妙なので、まあ、もし当たらなかったとしても、ライブビューイング。ちょっとね、考えますね。いやでも行きたい。正直、現地行って皆さんとお話ししたいな。その先輩プロデューサーさん方と、まあ、交流してお話ししたいなっていうふうに思いますのと、あと、物販もやっぱり神戸限定も多分あると思うんで、なんか行かないと損するっていうのが僕嫌なんで、基本。なんで、行こうかなと思ってます。はい、神戸も。はい。チケットある、なしに関わらずね、行こうと思った。SSA はあのチケットあるんで、まあ、絶対行くんですけど、まあ、神戸行こうかなっていうふうに思っておりますと。で、せっかく行くんだったら何かしらの企画をやりたいなっていうふうに思っていまして、まあまだ代わりに決定ではないんですけど、まあ、ちゃんとした大枠の決定が決まり次第、またちゃんと動画で告知したいと思います。まあ今のところ軽く考えてるのは、例えば皆さんとガチャをやるとか、僕の端末でガチャやるのか、まあ、頼まれれば皆さんのガチャ全然僕はニナ引きしますよ、ちゃんと。お願いしますでございますって言って引きますよ、ちゃんと。大丈夫ですよ、そこは。はい。で、引きますし、で、写真撮影などのね、サインとかも、まあ別に僕ので、僕と一緒に写真撮るのとか、その僕のサインで全然良ければもう全然サインしますし、もうそれはもう皆さん、全然大丈夫なので、ぜひぜひ、お声かけしていただければ、全然何でも僕は、します。できる範囲で。はい。まあ、リスナーの皆さんと交流できるのも僕は楽しみでございますし、はい。やっていこうかなというふうに思っております。ということで、今回はこんな感じで、ちょっとした告知も入りつつ、まあ、神戸来られる方は、ぜひ、よろしくお願いします。もう、あと約1ヶ月後に、多分お会いできると思うので、ぜひ、楽しみにしていてください。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。